田まゆもんです。お願いします。お願いします。シーンに来ております。はい、あのタワーオブテラーって、うん、大津くんから聞いたんですけど、3つ入り口があるとね、乗り物乗るとき、うん、知らないと思うんですけど。俺は乗れないもん本当に死んじゃうから。その感じで乗れないんかい。本当に死んじゃうから俺乗ったら。俺はあの死んじゃうのに、うん、トライしたくなる人だからその3つの難易度というか怖さが、うん、A、B、C とあって、へえ、いろいろ違うんじゃないかと。なるほど。何パターンかあって、あ、なんで僕が3回乗って、そう、すごい嫌だ。すごいね。そうだ、タワーオブテラー乗りたくてもあんまり怖いの無理って人は A にしようとかさ、うん、できるわけですよ。はいはい。だからちょっとこの謎を解こうかなと思います。よっしゃ。お前何も気合いらないわ。よっしゃ、頑張ろう。気合いらないわ普通 C です。 C 行ってますよ。普通 C です。もうわっ、あ、やべやべ、おーおーって違うよ。言ってないですよ。おーって言ってることと違うじゃん。 C に乗りました。うん、はい、 C タイプ。うん、そしたら大津が、うん、まあ、あの噂ですけど C が一番怖いらしいです。俺の精神が崩壊した。めっちゃ怖くて3回落ちるっつってたの。それはもう証拠で録音で入ってますよ。4回落ちました。おお、大津に嘘つかれた。ちょっと大切なとこ、じゃあちょっと得点の発表をお願いします。100点満点、100点満点で見ます。C は、まあ他の人たち、他の A、B がどうか分かんないんで、まあ、基準となる85点で。ザ漫才じゃねえか。ザ漫才と同じ付け方してるよ。基準。次、C、B と N、乗っていきますよ。あ、大津怖い。いや、なんかもうまた大津に嘘つかれました。上がってきて写真撮ってヒューンだったんですよ。そう、一気に下までいったらビューンって。だから、あって、あ、あ、大津嘘ついた。止まらない止まらない。あ、途中で止まんないんだ。で、かつ、あのシルキュートゥンドが初め出てくるんですよ。シルキュートゥンドってっていう、あの像、偶像があって、うん、なんかね、あの、ぬい、あ、踏んでいて、まあ、で、C は上に上がるんですよね。そう、上に上がったんです。上に上がってこう行くんですけど、あの A は下に下がってから、うん、こう行ってこう行くんですよ。B パターンは、そばそば乗ってるカンタのみで、ってくるんですよね。俺さ、本当に嫌なんだけど。で、今後はプライベートでカンタの本当に嫌なんだよ。でもファストパスの時間やばいって。B パターンね、はい、B パターンに乗ってきたんですよ、はい、B 最後、うん、はい、どのくらいでした？その前にいいですか？なんすか？あの酔った。じゃあ3回目にして、これ酔った、本当にもうきつい、ふらついてたもんな。本当にね。あと、あそこの写真コーナーで写真買う人誰もいない。いや、3回行ったら分かる。いきますよ。はい、じゃあ100点満点中 B は、うん、得点何点でしたか？まあ好き嫌いあるけど、うん、87ぐらいです。その下2つは誤差あるかもしれないけど、 CBA の順番に怖くなっていく。はい、だから B と C は本当に言ってくれたけど誤差かもしれない、うん、誤差があるからさ。構図には言いたいけど、あの A だけ下に降りるの初め、うん、A は下に降りるけど初め、シルキュートゥンヌの目のね光り方が違った。はい、同じ、ね、いや、マジ同じ、ビームみたいに飛んできた時がやばい。そこが怖い。すっげえもううってなるし、え、これさ、それさ、わかんないんじゃない？あー、言っといて、C やばいって言っといて、A 行かせて、これ、日にちによって変わるとかもあんのかな？いや、それはないないか。じゃあ、おそらく A ですね。これ完全に
はい、以上今日の水溜りボンドでした。はい、ぜひチャンネル登録してください。はい、また明日。ありがとうございました。いきます。おお、すげえ、すげえ、電波作業ね、すげえ、全然違うじゃん、ね、言われてることと、ね、普通に喜ぶ、いや、すごい、すげえ。